味噌の大根は、大正時代から、現在の三重県の伊勢市で栽培が始まった大根の一種。三重伝統野菜品目の一つ。主に、伊勢拓安の材料用として栽培されている。九十大根とィマ大根とを交配させてできたと、言われる白首大根系の品種である。一般的な大根と比べると、全体的に白くて長い。直径5センチメートル。 長さ50センチメートルで、重量は1.5キログラムのものが標準である。葉は、宮中大根に煮るがやや淡い色をしており、傭兵は緑色を帯びた白色である。食物繊維が多いため、歯切れが良く、干すと甘みが増す。伊勢拓庵の原料としては、蔦漬けが中心で、早漬け、中漬けには別品種が用いられる。例年9月上旬に種をまき、 11月下旬から12月上旬に収穫する。生殖用のものは 10R あたり4500株、加工用は7000から9000株を植える。1970年代には、生殖用は畑で、加工用は水田で栽培し、生殖用が販売不振の時は加工用に回されていた。一般的な大根よりも長いためか、収穫で地面から、 味噌の大根を引き抜いたり掘り起こしたりする作業が大変で非常に力が必要である。農作業に従事する高齢者にとっては負担が大きい野菜である。大正時代に当時の三重県渡来郡味噌の村で栽培が始まる。品種開発のきっかけとなったのは時給的に生産していた伊勢拓庵が商品化していく中で宮中大根などの青首系の大根を漬け込むと 黒くなってしまうことから、白首系への大根へ転換しようと生産者が考えたことである。その後、農業試験場の指導を受けながら、宮中大根を母体とし、ネリマ大根や、ミノわセと交雑させて、選抜を繰り返し、まず、渡来号を生み出し、味噌の大根が誕生した。昭和10年代には、伊勢市周辺の味噌の、豊浜、 北浜地域のほとんどの農家で栽培されるようになる。太平洋戦争が始まると保存食品が必要となり、伊勢地方では米の代わりに伊勢託案を国へ供出した。終戦後、食料事情が悪化して人々が困っていた頃、保存の効く大根付けが多くの人に求められた。そのために味噌の大根を熱心に作る農家が増えはさが、 伊勢平野の広範囲で多く見られるようになり、当時の伊勢地方の冬の風物詩となっていた。二十歳の老朽化により1960年代頃から三重県滝郡名和町が主産地となる。そのため、現在味噌の大根の競りは名和町で行われている。玉木町でも生産される。近年では多くの種類の大根も多く栽培されるようになったため、 味噌の大根を栽培する農家は徐々に減ってきていたが、最近では有料な発酵食品として、伊勢拓案が見直されてきたことから、農業を営む有志が集い、味噌の大根の生産が再び増加してきている。三重県は2006年に味噌の大根を三重伝統野菜品目とした。ありがとうございます。